いや、皆さん元気されてますか？うさぎです。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、某配信者さんのね、件についてちょっとね、思うところがあったんで、まあ、ブーメランですよ、それっていう話をね、前回させていただいたんですけど、まあ、調べれば調べるほどですね、いや、あなた、なんか今回の件について触れられないですよねっていうことがですね、大量にあったと。まあ、これは前回のね、昨日、まあ、皆さんと一緒に話をさせていただいた動画の内容についての、まあね、内容なんですけど、で、まあなんかね、日本保守党かわいそうなところは陰謀論のサイクルがっていう話をされて、保守党ってさ、自民党が悪の組織じゃないと成り立たないでしょって言ってね、政治資金規正法違反を集団的に行った組織だし、直近でね、3人以上逮捕者、略式起訴、在宅起訴を受けてる党はありませんよとかっていう風に言わせていただいたじゃないですか。で、何よりも飯山さんの関係についてですね、まあこんだけ、ネガティブキャンペーンしてたんですよ。はい、こんだけネガティブキャンペーンしてたんですね。で、その人が、今、飯山さんのことを、まあ、なんかね、引用リツイートだったりとかやってるのが、僕からしてみたら許せないんですよね。いや、だったらさ、あなた一回謝罪してやって話じゃないですか。そうでしょ？で、そのことを度外視にして、飯山さん、今やってることは正義なんだっていう路線を引いちゃってるのが、僕からしてみたら、いや、ちょっと待ってよってなるわけですよね。なんか、皆さんこれどう思ってんの？アンチの人たち。皆さん聞きたいんだけど、僕。ね。はい。で、だから日本保守党信仰質疑で、アンチの人たち、僕ね、これずーっと言ってるんですけど、この信者とか信仰とかっていう風に言ってる人たちがいるんですよ。そんなこと言ったら、アンチの、まあ、特にね、この某配信者さんに関しては自民党の信者じゃないですか。そうでしょ。違いますか？ですよね。どんなことがあっても自民党のことが好きなんですよね。うん。いや、そう思いません。で、僕はっきり言いますけど、自民党は、少なくとも公明党の、ね、影響を持ってして当選してる議員がいるんだから、創価学会の第二勢力だって僕はずっと言ってますけどね。自民党自体が。じゃあ推薦切れよ。って僕は思いますけど、皆さんどう思います？公明党との連立をどうたらこうたらって言ってますけど。おかしなこと言ってますよね。自分たちの方が問題になるようなことずっと言ってきながら、まあこういうことやっちゃってるわけじゃないですか。ね、言ってるわけじゃないですか。だから保守党は進行し続けてる。必死で自民党の悪いところ探してるわけですよって。ね、同様のことあなたもやってますよねって。ね、で、そしたら森かけまがいの裏金報道にハマったり、ね、自民党の岩盤保守層がそもそも離れるきっかけになった、今回投票にしなくなった理屈は LGBT 理解増進法からですよと。で、何よりも、あなたの高市早苗さんだったりとか、青山さんも、自民党に投票しなくていいって言ってるんですよ。そうでしょ？で、その状況下で自分たちがやってること、言ってることっていうのに矛盾がね、生じてる。で、なんか、蓋を開ければ高市早苗さん、蓋を開ければ青山茂春さん、ね、そういった名前が飛び交ってきてますけど、いや、あなたたちどっちなの？現政権の石破茂を応援してんのか応援してないのかどっちなの？保守じゃないよ、こんなの。って思いません？皆さん。保守なんだったら、高市早苗を落とした自民党に鉄槌を下したいって思う岩盤保守層の意向がわからないはずがないんですよ。そうでしょ。だから自民党を許容してるっていう風に考えるべきなんですよ。それも、左傾化してしまった自民党を許容することができてる。まあ、許容してるっていう風に僕は見てるんですね。で、今 YouTuber として活動されてるね、配信者いますよね。3人ぐらい僕はちょっと頭の中に浮かんでますよ。彼らって、元は保守的な考え方をもってして、憲法9条だったりとか、ね。ね、憲法改正論だったりとかっていう話をしてたわけじゃないですか。何よりも経済的な話、特に、なんか、言論系 YouTuber 第人気一番だった方おられるじゃないですか。名前は言わないけど、彼に関しては。で、その人が、ね、内需の件だったり、消費税の関係だったりとかっていうのを批判してたんですね、当時安倍政権の関係で。ね。なのに今の自民党を、なんか応援してるっぽいんですよね。いや、青山さん応援すりゃいいじゃん。そうでしょ。高市早苗さん応援すりゃいいじゃん。そうですよね。経済評論家の方もおられましたけど、僕、彼らに対して何か言うつもりはないよ。だけど、過去目を見張るものがあったんですよ。目から鱗の情報もあったし。だから応援してるんですよ。ね。まあ、変わらないと僕は思うけど。ね。で、まあ、この某配信者の方に関しても、保守党に対してアンチテーズ出してますけど、僕からしてみたら大丈夫と。あなたたち。言ってること、なんか、右も左もね、なんか、こう、右往左往しながら、ね。なんか、どっちに行ってもこっちに行ってもなんか否定されるような、なんか内容ばっかり言っちゃってるから、でももう、問題だらけじゃないっていう風に思っちゃうんですけどね。うん。
自民党の悪いところばっかりじゃない。30年間成果出してないんだったら、じゃあ野党に新しいね、あの、新興勢力に権力を持たせた方がいいんじゃないのっていうふうに思う人たちがほとんどですよね。だって、代表取締役社長ですら変わったりするじゃない。そうでしょ。雇われ社長でもそうでしょ。ね。同様のこともあなた行ってますよねって。で、自民党の悪いところを探すって、いや、自民党でもいいところあったよ。それは処理水放水とかね。あれやるべきだと。ただその後の中国の対応が想定外だったって。いや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 、普通考えたらわかるやろ。そこら辺の放つもなんか想定も全部込み込みでお前やったんちゃうんけって僕は思ったんですけど。なんか言ってることもやってることもなんか、納得いかないというか、僕からしてみたら、はぁ？みたいな内容ばっかりですよね。ね。で、毎日毎日って。あなたも同様ですよね、と。ね。同じことをずっと言ってますよ。日本保守党が、日本保守党がってずっと言ってますけどね。で、そしたら森かけまがいの裏金報道ね。まあ、LGBT 理解増進法ですよね。と、決定的な判断になったら裏金の時系列を整理しましょうね。とかって話をさせていただきましたけどね。はい。で、まあ、新興宗教軍団っていう風にね、言ってらっしゃるけど、いや、公明党の連立を解消しない自民党こそ創価学会の第二勢力と間違えられてもないでしょうかっていう風に言って、まあ、その後に、あの、飯山さんの件についてこんだけのネガティブキャンペーンをしてますね。全部読んでいきましょう。はい。アラビア語翻訳の関係、ドン引きされてますと。で、このアラビア語翻訳者っていうのが、ね、あの、イスラム系の人なのかどうか知らないけれども、ね。ドン引きしていらっしゃいますけど、飯山さんの主張って本当にやばいんだなっていうことね。イスラム信仰、哲学、一番難しいイスラム学の分野なのに平気に意味をわからない。ほら吹いて、びっくりしました。ほら吹いてるらしいですわ。ね。で、飯山さん自身がね、こういう形で引用リポスト出しててですね、アカウントがしつこく粘着してギャーギャーわめいてるんです。疑問でやめてもらえますかとか、飯山さんのバックに某配信者、ね。まあなんていうか、自民党工作員がいるんじゃないかとかね、何度も言いますが、ボンちゃんです。徳間さんじゃありません。飯山先生、本年もどうぞよろしくお願いしますね。まあこれは良くないですね。ライフルで打ちましょう。これはもう日本保守党の支持者の人たちやめましょうね。こういう、まあ、なんていうのかな。あまり関わりたくない人たちに対してですね、暴言吐くっていうのもこれも違うかなと僕は思いますので、まあこれはちょっと反省しましょうや。ね、僕もこの人に対して何も言うつもりはありませんからね。身を危険を感じる。ほら、もうこういうこと言うでしょ。ね、やめましょう、やめましょう。ね。で、粘着ですかっていうことでね。で、こっからが問題なのよ。ね。池内先生が社会悪を解き放って申し訳ないと謝罪しておられますが、社会悪とはということで疑問形なんですね。で、この後に説明があるんですよ。日本政府から功績を認められ、国費まで、いただいている東京教授の、東大教授の、東大教授の社会悪との表現は極めて重要で、外務省などの公的機関に暗に警告を呼びかけている現状は、ただことではないと受け取っております。という話なんですけどね。うん、いや、これ、池内さんと話したんかな？ほんまに。真面目に聞きたいんだけど。ね。池内先生がね、社会悪を解き放って申し訳ないということを謝罪しておられるようですが、社会悪とは、っていうことで、社会悪っていう、ここで言う池内先生が言っている社会悪とは何なのかっていうことを説明する文章なのかなと思ったら、自分の感情なんですよね。感想なんですよね。うん、もうとっても残念。ですね。はい。じゃあその次。飯山あかりさん、加藤さんが悪質なデマを流している証拠がこれ。はい。これね。はい。飯山さんと加藤さんが悪質なデマを流している証拠がこれ。はい。上記2名に関しては省略。ね。ということでこんな感じで言ってるんですけれども、ご理解いただけましたが、この状況で飯山さんと加藤さんの主張を信じた人はノートで頑張りましょう。この程度のことも理解できず、記者をやったり国会議員になるとか言ってんのか。はい。ここね。マジってね。信憑性ね。で、ここが僕、めっちゃ悪質だなと思ったのが、国民に革新的嘘を伝えてるのか、マジで脳みそ弱体化してるのか、どっちですかって聞いてるんですね。これね、決定事項なんですね。国民に革新的嘘を伝えてるのか、ね、マジで脳みそ弱体しているのかの選択肢しかないですよっていう言い分なんですよ、これだったら。いや、明確にこれは僕は、飯山さんに対する名誉毀損だというふうに思って叱るべきだと思いますよ、これは。あまりにもひどいでしょ、こんな。ネガティブキャンペーンどころの話じゃないですよ。いや、真実相当性がーとかって言ってますけど、この人のポストのリプ読んでみてくださいよ。とんでもない量のさ、大丈夫ですかってこんなこと書いてって言ってますよ、皆さん。ねえ。で、たとえ間違った情報を出してたとしても、ね、革新的に嘘をついてるのか、っていうのは、これ確信っていうのは絶対的なんですね。もう濃いってことですよ。いわば。ね。発信者である飯山あかりさん自身、まあ、門田さんもそうですよね。自身が、ね、故意的に国民に対して嘘を伝えてるっていうふうにここ言ってるんですね。で、
飯山かりさんと加藤さんが脳みそが弱体化してるって。もうこんなんもう誹謗中傷でしょじゃないですか。はっきり言いますけど。いや、YouTube さ、これ止めないでいいのって僕は。まあ、YouTube じゃないか。これ Twitter だからね。Twitter の内容だけど、Twitter これ大丈夫なの？いいんですかと。こんなもん書いちゃダメですよ。大人なんだったら。ね、どっちですかっていうことは、もうこれ選択制でこの二つしかお前条件ないって話ですからね。そういう意図としか読め取れないですからね。いや、日本語的には言えばこういうことだからね。いや、これ誹謗中傷でしょどう考えても。いや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 。大丈夫って僕は思ったんですけどね。はい。はい。で、よし、はっきりしていこう。もうこれもね、ひどかったね。百田さん、有本さん、辻、深田萌さん、山かがりさん、小西博之、山本太郎、石丸慎二、辻本清美、蓮舫、福島瑞穂、全員同じカテゴリーですと。ね。同じカテゴリーというのはどういうことかってことですよね。自分たちの都合を優先して平気でデマを流す人たちであると。ここですね。平気でデマを流す人たち。ね。ここ。ですね。これが、この、配信者さんがツイッターで言ってることと全く同じなんですよ。平気でデマを流す人たちと同じカテゴリーの中に飯山かりさんが存在してるんですよって話なんですよね。百田さんも有本さんも含まれてる。ね。で、そのカテゴライズされてた人間に飯山さんが存在してて、これだけのネガティブキャンペーンをしてるのにもかかわらず、飯山さんが少なくとも日本保守党に対してのアンチテーゼネガティブキャンペーンを始めた途端、飯山さんに肩組むようとしてるっていうのは僕ははっきり言いますけど、人としてどうなんって僕は思いました。どう？皆さんどう思います？ね。別に、山本太郎とか、石丸慎二とか、まあ、福田萌さん普通に僕は好きだけどね。まあ、辻元清美僕普通嫌いだけど。ね、蓮舫とか、福島瑞穂と小西博之も僕はもう嫌いだけど、だけど、この人たち自身が、例えばなんだけど、国会質疑、ね、通常生活してる中で、平気でデマ流すような人たちなんですかって話なんですよ。ね、まあ、うん。思うところはあるよ。うん。間違ってるかなって思うところはあるけれども、でも、質疑の中では結構的を得てることも言ってたりするんですね。国会見てる人間だったらなんとなくわかると思いますけど、ね、重要なことを質問してたりとかすることもありますね。で、何よりも百田さんと有本さんはね、重要なことばっかり話してるわけじゃないですか。そうでしょ？平気でデマ流す人たちですかと。ね。で、これの真実相当性がなかったら明確な誹謗中傷ですよ、これ。いや、マジで。でも、政治の現場では影響力ゼロの方々、こんなもん信じてるアホの真骨頂って。で、何よりもこれ有権者の人たちが、ね、少なくとも、百田さん、有本さんに対して投票した人たちもいるでしょう。今回日本保守党に対してね、投票してる人たちもいるでしょう。山本太郎さんとかにね、投票してる人もいるし、石丸慎二さんに投票してる人たちもいる。その中で、ね、いろんな物議があることは間違いない。これはそれを絶対に僕は、なんていうかな、有権者のことをバカにしてるっていうのが僕は信じられないって僕は思いますね。ね、この人たちの意見が、ね、それぞれ、相対してる、間違ってるっていうことは間違いないと僕は思いますよ。で、いや、これはきちんと訂正しておかなきゃいけませんよっていう話を僕は動画のスタンスでずっとやってるんですね。けれども、この方に関しては、ね、有権者すら、ね、この人たちを信じてる人間は、有権者すらアホなんですよっていうふうに言ってるんですよ。こんなもん信じているの、アホの真骨頂って、こんなもん信じてるのって、これ信じてるのっていうのは誰かって言ったら、少なくともこのカテゴリーに、ここに名前で上がってる人たちじゃなくて、この人たちのことを支持している人たち、ないし信じてる人たちのことを言ってるわけですよね。いや、どうなんですか？いや、どうなの？普通に。大人としてどう？大丈夫って僕思っちゃう。で、これで飯山さんについての言及もネガティブキャンペーン出してるわけですよね。で、同じことでやって引用リツイートしたりとかしてるわけですよね、彼は。いや、これどうですかね、普通に。大人としてどうですかね。子供たちに、自分の子供、いらっしゃるって言ったよね。自分の子供に対して、正々堂々と言えますか？はっきり言えますか？お父さんはこういうことやってるんだよって言えますか？いや、僕聞きたいんですよ、普通に。ねえ。飯山さんメンタル豆腐だから大丈夫かしらとか。飯山さんやばくねえか。有本さんドン引きじゃん。ね。マジ何言ってんの？そんなわけないじゃん。まあそんなわけじゃん。デバというかやばい妄想になってる。これ否定しきるだけのさ、論拠ってのがあるの？いや、聞きたいんだけど。これを否定できるだけの論拠があるの？はい、その次。これを見る限り、飯山かりさん政治家になったらちょっとやばいよね。専門家のはずの中東情勢、思いっきり判断間違えてる。間違えてるんですか？具体的に論拠がないですよね。YouTube でワーキャー言われて満足してほしいんだけどな。比例上位来るかな。有本さん、百田さんよりは上位になるかね。判断間違えてるんですかね。で、僕これ、飯山さん個人に言ってるんですよ。飯山さん、これ、
あの、別に開示請求してもいいと思いますよ。こんだけのことやってるんだったら。って僕は思いますね。あまりにもひどいでしょ。ね。デマを流している論拠はこうなんですって、これはいいんだよ。まだ、その、俺今回省略してるけど、私の考えはこうですっていうことのちゃんとした理屈を書いてるからね。データの分析を書いてるからまだいいんだけど、ただここの部分に関しては明らかに悪意があるでしょ。革新的に嘘ついてるのか、マジで脳みそ弱体化してるのか、どっちですかって。いやダメでしょ、普通に。こんなん書かなくていいんですよ。なるとか、ね、例えばなんで国会議員になるとか言ってんの、マジで止めとけよかったんですよ。ここまでいらないんですよ、本来は。吐き捨てるように、ね、言ってますよね、これ。書いてますよね。事実ですよね。そういう意図がないんですって言えますか、これ。いや、僕からしてみたら、これを、僕よりも年上の人間が書いてるっていうのが信じられないんですよ。本当に。あの、YouTube のコメントとかもね、ひどい誹謗中傷僕されたりとかすることありますよ。もう、目に留めてないけどね。うん、でもこれ僕、飯山さんのことが、飯山さん自身が頑張ってほしいからこそ、この件については触れてるんですよ。ダメだよって。こんな、この人たちと同じになっていいんですかって。いや、もうこんなんダメでしょ、普通に考え。立花隆だったら普通にこれ開示請求されてますよ、こんなの。その案件ですよね。はい。ということで、僕のイライラをですね、話しさせていただきましたけれども、まあ、皆さんね、あの、YouTube のコメントを打つのは勝手ですけれども、今回の動画を見て、ね、飯山さんのことについてとかっていう風に言う前にですね、自分たちのことをきちんと鑑みてください。ね、客観的に見てください。ね、過去自分がやってきたツイートどうだったかな、大丈夫かな、全部調べた上でコメントしてください。まあ、別に、僕は全然食らわないんだけど、あまりにもですね、都合のいい表現をしている人たちがすごく見られるかなというふうに思ってしまう時でございます。以上です。